はい、皆さんこんにちは。イエガーラフト KMT、ホノカファクトリーの塩です。いつもご視聴ありがとうございます。ちょっとね、近づいてきている台風がどのような形になるのか心配な今日この頃ですが、はい、今日がですね8月29日木曜日ということでね、ホノカ店長は今日から学校2学期がスタートということで、今ね始業式に行っております。でちょっとね、台風そのものが今九州地方で、まだね岡山は昨日まではもう晴天でした。で今日は今雨模様で、少しずつその風が出てきているような状況ですね。ちょっとね、この、まあ、台風が過ぎるまではオートバイなんかもね外に出さず、ちょっと中で待機しながら、で中でできる仕事をこなしていこうかななんて思っております。で今回ね、皆様にお伝えをしたいのが、まあ、当社の製品ですね、売れ筋でもある製品の少し、リニューアルをするということでお話をしていこうかななんて思います。でそのリニューアルのきっかけになるのがこちらですね。はい、今当社で2台運用しているプルーサ、MK4 ですね。はい、これ昨年ですね、2023年に今まで使っていた MK3S プラスからグレードアップ、バージョンアップをして MK4 に変更になって、高性能化した 3D プリンターですね、 FDM 式の 3D プリンターで、まあ、基本的にねプルーサっていうそのチェコのこの 3D メーカーのプリンターっていうのは、3D プリンターメーカーのプリンターっていうのは基本的にね、バージョンアップバージョンアップバージョンアップという形で、まあ、物事を進めていけるんですよね。で今MK4 で、今年はですね、まあ、イヤーモデルになるのかな、 MK4S という、モデルが発売になりましたので、塩見も今、9月からリリースということなので、今ねプレオーダーという形でオーダーかけております。でこれもね、今回はバージョンアップキットということで、さらに高性能化が進む流れになろうかと思います。とてもね安定して早く、まあ、3D プリントができる製品群がどんどん出てきているっていうことで、今、まあ、当社塩見は、プルーサをずっと押してきております。一番最初ね、お客様からこうプレゼントしていただいたエニキュービックっていうんですかね、アニキュービックっていうのかな、これの、まあ、3D プリンターをずっと使っていたんですけど、まあ、それから比べるとね圧倒的にねパワーアップして精度も上がっているプルーサですね。はい、まあ、一応ね家庭用のFDM プリンターという位置づけにはなります。はい、まあ、業務用として使ってますけど、で今回ね大きくちょっとリニューアルさせていただくのが、まずこちらですね。一応ねこれレースレギュレーション上で、要はスタート直後等々で、要は他車との接触によってフロントブレーキね、ハンドブレーキの部分が、要は人の、まあ、背中だとかマシンに接触して効いてしまって、ジャックナイフ転倒っていうねトラブルを予防するために、今ねレギュレーション上で装着を義務付けされている、要は他車に、まあ、接触しないようにするバンパーですね、ガードです。でこれもう前からね、発売はさせていただいておりまして、結構数売ってきていたんですが、一番ね土初期の時、モデルっていうのは、PETG っていうね、素材を使ってたんですよ。PETG っていうのが、ペット G、皆様がね、よく知っている、そのペットボトルの素材に、まあ、要はグリコールという、少しね、粘りを、追加するような形の、繊維や素材が入った PETG っていう素材でやってたんですよ。で、PETG って、そこそこ粘るんですけど、やっぱそのものの、その、剛性強度が足りないということで、で今現行で出ているハンドレバーガードに関しては、その後に出た ABS、 皆様のねカウルなんかによく使われている素材です。 ABS 樹脂にグラファイト、要はガラスの繊維を混入した
ABS-GF って言われるね、 ABS プラスグラファイトって言われる素材で作ったモデルをご提供させてもらっております。でこれに関してはカーボンと比べてやっぱ成形がきれいにできるんですね。ムラなく成形がきれいにできるということもあって、ABS-GF を使っていたんですけど、今回ね岡山国際サーキットで、まあ、他社とかなり激しく接触をされたお客様がいらっしゃって、ここのね要はレバーの根元ですね、ハンドルに装着しているこの際の部分で切損してしまいました。まあそのおかげでねご本人は転倒を免れたということで喜んありがとうございますとは言っていただいたんですが、ちょっとねもう少し粘ってくれないかななんて思っております。なんで強度を上げるんではなくて、まあ、疲労骨折を防ぐためのねある程度粘り気を持たせるような形で、やっぱりねナイロンカーボンなのかなって思っています。でナイロンカーボンがやっぱりナイロンってこうそこそこ柔軟性があって、で破断しにくい素材で、それにカーボン繊維を持たせることによって、まあ、より軽量で、より光合成で、でより切損しにくいその人生を持たせるということが可能になるのかなっていう思いがありました。ただね、ナイロンカーボンってこのね 3D プリンターでね成形するのがすごくね癖がある、糸引きし、ナイロンそのものが糸引きしやすいだとか、そういうねちょっと特性というか癖があって、でそれを回避するために今回ね、まあ、プルサ MK4 の要はプルサスライサーといわれるね、まあ、付属というか、まあ、無償提供されているソフトウェアで、要はね細かい設定ができるんですよ。で例えばこの部位の成形速度はいくつで、この部位はいくつにしてとか、温度をこのくらいにしてとかって細かい設定ができる要はスライサーソフトがあって、でそのねナイロンカーボンも結局ねこの素材メーカーによってばらついちゃうんですね。で今イサングーだったかな、アイサングーっていうメーカーなのかな、うん、ちょっとごめんなさいよくねちょっと読めないんですが、アイサングーっていうメーカーなのかな、ここの、PA12CF、PA12 系のナイロンの、カーボンファイバー、この素材がね結構このツヤ感、まあ、黒いツヤ感、まあ、ちょっとマットな仕上げにはなるんですけど、ツヤ感とそれからね成形がねものすごく綺麗にできる素材です。で今まではそのこの辺にねプツプツ糸引きが出てたりしたのを全部ねナイフを使って成形したりだとか、あとペーパー使ったりだとかでこう成形をしてたんですけど、成形工程がねものすごく削減できる形で、このような、まあ、新型のレバーガードを製作いたしました。でね今回ここですね、今までのモデルと違ってここの部位、ちょうど根元の部位の肉厚を増す形で、しかも操作系には邪魔をしないような少しね形状変更を行うとともに、ここの内部のね要はインフィルって言われる内部構造に少し変化を持たせました。なのでこんな感じですね、ナイロンカーボン、今までねナイロンカーボン使ってると結構ね柔軟性がちょっと出てしまって、ぶつかった時にちょっと動きすぎちゃうななんて傾向があったんですけど、塩見がね今握力60キロぐらいの塩見が思いっきり指でちょっと握ってますけど、こんな感じですね、かなり剛性も保てるような形で、でかつナイロンカーボンなんで人生もあるので割れにくいっていうものを今回ね新しく設計いたしました。で、車両によってこのハンドルパイプの内径が違うので、このゴムブッシングですね、これも 3D プリンターで作ったゴムブッシングです、このゴムブッシングの種類を4種類と、あとねものによってはちょっとね奥行きが出てしまうようなハンドルもあったりするので、ここに、付属のカラーをつけて、まあ要はいろんな車両に使っていただけるように組み合わせをしたハンドルブレーキ、ハンドブレーキレバーガードですね、右用のセットと左用のセット、それから左右セットという形で3通りのラインナップを今回新たに行いました。でもうすでにですねイエガーラオフト .com のショッピングカート上でもうこのね新しい、今までは
ABS-GF という形で名称を書いておりましたが、もうね、新しく、PACF、ナイロンカーボンっていうモデルに変更いたしました。リニューアルをかけております。もう販売しております。で、価格は全く据え置きでやっております。右だけのセット、左だけのセット、左右のセット。で、左右のセットで購入いただくと、ちょっとね、安価に、お得に購入していただけるような形のレバーガードが出来上がりました。で、一応ね、こんな形で走行の風なんかも、要は流せるように、こういったエアスルーですね、風の抵抗にならないような構造体と、あとね、やっぱね、ナイロンカーボンなんで、軽量に出来上がっております。初期モデルよりは少し重量増したんですけど、構造ちょっと変えちゃったので。でもね、アルミ製のレバーガードに比べると圧倒的に軽いので、このあたりはね、メリットが出るんじゃなかろうかと思います。で、このね、レバーガードってやっぱりハンドルエンドについちゃうので、重量が増していくと、ステアリングの応答性が落ちちゃうんですよ。やっぱりね、ステアリングがね、切り返しなんか重くなっちゃいます。なので、できるだけ軽量に、でも剛性を保つ構造体でということで、今回ね、このようなレバーガードをまた刷新して販売をさせていただく流れになりました。今までね、購入されていた方、予備部品として購入してくださっても結構ですし、今までは他社製品を使っていた方も、これ使っていただくのもありかななんて思います。で、一応ね、価格が左右セットで、4500円だったかな？うん、4500円と消費税。で、片方だけだと2800円と消費税。2800円と消費税という形の、まあ、安価な設定になっておりますので、ぜひご検討いただければと思います。そして、それに合わせてですね、今回、これもね、むちゃくちゃ人気商品ですね、京浜 FCR ですね、京浜 FCR 高性能なキャブレターですね、まあ昔のね、旧車なんかはもうね、必須アイテムかもしれません。京浜 FCR の専用のマッシュルームファンネルですね、低速、中速域の吸入空気量を増大して、よりトルクアップを狙って、製品になります。で、高回転域の追従性、高回転域の要はパワー感っていうのはスタンダードの FCR ファンネル、スタンダードのファンネルよりも少し高効率っていうことで設計をさせてもらったモデルになります。で、これもね、好評販売中なんですが、これも、ね、一番最初は、PETG と言われる PETG と言われる素材で作っておりました。これはね、やっぱりね、ガソリンがかかったりだとか、紫外線ですね、経年劣化で割れてしまうケースが多かったです。ここにね、この根元の部分にね、クラックが結構入りやすくて、でお客様にはご迷惑をおかけしたんですが、このモデルもですね、今はね、ナイロンカーボンという素材を使わせてもらっております。で、かつちょっとね、内部のやっぱ糸引きが出てしまうので、そこに関してはある程度成形をして今までは出しておりました。で、今回ですね、すごくいいのがね、これ全くね、内部成形せずに綺麗なね、面が出せるようになりました。これもね、プルーサ MK4 のおかげでもあるんですが、今回ですね、もう完全リニューアルという形で、このナイロンカーボンのマッシュルームファンネルを発売いたします。はい。で、ちょっとね、見た目にはあんまりわかりませんが、ここのね、内部のテーパーの形状を少し今回から変更させていただきました。よりね、スムーズに吸入できるように、より無加速進ができるように、ちょっと形状変更をさせていただきました。で、一応ですね、このファンネルの表面、やっぱカーボンナイロンの素材なので、カーボン繊維のね、部分で少しね、こうマットな感じの、少しザラッとした感じがあります。これをね、磨いて綺麗にしていただくのも結構ですが、塩味はね、この梨地の少しザラッとした感じの表面で十分だと思っております。このあたりはね、まあお客様次第の部分なので、気になる方はね、磨いて成形していただいて使っていただければいいかななんて思っております。はい。これがね、形状変更してさらにね、高性能になりました。で、ナイロンカーボンによって、ここのね、やっぱ取り付け部位の
強度剛性上がっておりますので、今までのようにその切損するリスクっていうのはかなり低減できると思います。これもね、全く今までと同じで価格据え置きのままマッシュルームファンネルの要はスモールボディ用とラージボディ用っていう2種類を販売させていただきます。順次ね、ちょっとショッピングカードに掲載してまいりますので、一応今週中にはショッピングカード上に掲載が終わる予定になっております。この新型マッシュルームファンネルもぜひご期待いただければと思います。はい、ということで、ね、ちょっと今日は当社のね 3D プリンターで作られる、まあ、新製品ですね、製品のご紹介をさせていただきました。もうね、年々進化するその 3D プリンターの、まあ、性能によってですね、より今まで困難だった素材でこういったパーツが作れるようになってくるというのはね、すごいありがたいお話ですね。で、もう本当にね、本当数年前のプリンター、 3D プリンターのね、その出来上がり精度とは全くこう見た目も変わるし、やっぱり綺麗さが全く変わってきました。で、今回のねマッシュルームファンネル、今までは中空構造にしてたんですよ。完全中空の構造にこれ内部してました。で、今回からより耐久性を持たせるために 中空構造を取りやめて、中にねインフィルっていうね、要はジャイロイドって言われるねインフィルで密度を少し下げた状態の内部設計にしております。なので、あの完全な空洞よりもより剛性が増すような形で、でかつ重量増加をできるだけ抑える形で設計を行いました。で、このファンネルもキャブレターの末端につく製品なので、やっぱり重量増ってダメなんですよ。やっぱね、あのインシュレーターにものすごく負担をかけてしまうので、できる限り軽量に作りたいっていうのもあります。なのでこのねナイロンカーボンの素材を使ってできるだけ軽量に、作ってみました。で、このモデルに関してはちょっとね追って今度はね、ナイロンカーボンではなくてポリカーボネートカーボンの素材のものも準備させていただく流れを作ろうかななんて思っております。ポリカーボネートの方がより軽量で、よりちょっと硬い素材になりますので、そのあたりね、あのどちらかまあ選択していただければいいかななんて思っております。はい、まあ、新型のこういったね 3D プリンターによって作られる最新パーツなんかもどんどんねご紹介していきますので、ぜひご期待いただければと思います。まあね、ずっとね黙々と動き続けてくれているプルーサーマーク4 3D プリンター、この2台ですね、まあ、バージョンアップモデルなんで、あの正規の MK4 ではなくてグレードアップしていったモデルの MK4 を2台今運用しております。はいね、から今度ね MK4S になった時にどのようなことになるのかで、またなんか新型がねもう水面下で動いてみてみたいなので、その新型になった時にもまたねバージョンアップをしていこうかななんて思っております。はい、ということでね、今日はちょっと 3D プリンターのご紹介と 3D プリンターによる新製品ですね、より強度と剛性を増した新製品のご紹介、こちらをねさせていただきました。ぜひ参考にしていただいて、ぜひね家がラフト.kmt.com の家がラフト .com のショッピングカート上でご購入いただけますようよろしくお願いいたします。はい、今ねちょっと動き出しました。で、はい、今ねパソコンの方から 3D プリンターの方へデータ出力を行って、で 3D プリンターで今、まあ、フィラメントこの素材がねおかしいですよって、設定となんかプリントの指示とか違いますよって忠告が入って、で見てたら、まあ、結局塩見がね今回 PLA っていう素材なんですけど、ペット G でね設定をしてしまってたのが、まあ、見えて今手直しをしました。で再スタートを行って今動き出したんですけど、このねプルーサー MK4 っていうのがここにね圧力センサーがついていて、で今ねテーブルを触っていってますよね。でこれ今ノズルをクリーニングって言って、ノズルの先端についているまあ無駄なゴミをここへ吐き出す形ですね、くっつけちゃう形で取り除いて、でここからね今ゆっくりね主軸が Z 軸が降りていって、これですね
少しずつね、この今テーブルのプリントアウトをするテーブルの高さを今自動的に取得していっております。40箇所だったかな、36箇所ずっとねこうやってプロビングして、接触させて高さを測る、接触させて高さを測るということで、テーブルのねそのこう波打ってたりするその高さのね違いを全部取得していってます。これがねすごいんですね。前のねあのプルーサマーク 3S プラスの時は手動で高さ合わせてたんですよ。それこそ何あのコピー用紙1枚を挟んでこうシュッ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 なんてやってその高さ合わせをしてたのが、まあ、今ね完全自動ですね。完全自動で、まあ、こんな形で、まあ、取っていけるようになりました。はい、で今33箇所4箇所5箇所6箇所ということで終わりました。でこれでテーブルの高さをすべて今測ることができたので、これからね今加熱をして、今これからねエクストルーダーヒーティングっていうことで今ここを加熱してます。ノズルをこのね溶かすフィラメントの要は適正温度まで加熱していく形とともに、このテーブル自体も加熱を今しております。で、まあ、樹脂を溶かして、まあったかいそのテーブルの上に乗っけていく流れになるんですけど、このね一番最初の要はプルーサのすごくいいところが、もう自動的にこのね高さをきっちりこう測って合わせてくれるというのが素晴らしいなと思います。はい、これはもう接触で圧力センサーによってテーブルの位置を割り出しているという仕組みですね。はい、でこのね PLA っていう素材は植物性のね植物由来の素材なんで、ものすごく環境にも優しくて人体にも優しくてっていうところでいいんですけど、やっぱりねこうモデリングとかおもちゃを作るにはすごくいいんですけど、実用性はあんまりなくって、やっぱ脆い、硬くて脆いんで、すぐパキンと割れちゃいます。でオートバイパーツにはこの PLA っていう素材を全く使えないので、まあ基本塩見 PLA は持ってなくて、今回まあワンちゃんを作るのに大理石模様みたいな、その石みたいな雰囲気の仕上がりになる、まあ、フィラメントを購入してちょっとやってるんですけど、もう基本はですねこのカーボン系だとかポリカーボネート系だとか、あ、じゃあカーボン系のポリカーボネート ABS ナイロンっていうのを主軸で使ってます。で時にはまあこうやってねペット G を使ったりもするんですけど、まあ基本はねやっぱりエンジニアリングプラスチックって言われるものでやってます。でプルーサのね結局もう使わなくなっちゃうんですよ。使わなくなっちゃう、もう今回新型ね MK4S でこのねノズルも変わっちゃうので、ノズルがね高画型のノズルだとか真鍮のノズルだとかっていうのをこうやってね何本も購入したんですけど、結局ね予備で使おうと思って使わずにもうね MK4S になってしまう。なんでねちょっとこれからね 3D プリンターの世界ってやっぱ日進月歩で、まあプルーサが MK4S を出して性能ぐんと向上すると、また他社がねそれを追従追い越していくっていう流れが多分できるんですよ。でできるとまた次をプルーサがっていう形でこう追っかけっこをするような形になるので、ちょっとね塩見ね思ったことがあります。あんまりね先々予備部品買わない方がいいかなと思って、で昨日もねもう MK4 になって MK4S に変わるっていうことで、もうね過去の MK3S プラスの、まあ、予備になるかなと思ってた部品を全部今回捨てさせてもらいました。まあ、使うこと多分ないです。もう性能がねはっきりと上がってもう全然スピードが違うので、もうね使うことはなくなるだろうなっていうことで、昨日もうね諦めて全部捨てました。で、ね、この MK3S プラスのねこのネクストルーダーって言われるこの吐き出す部位なんかも全然物変わっちゃったんで、はい、おはようございます。はい、ということでねこの結局ねずっとこれ2年間3年間ぐらいかなお世話になっていた MK3S プラスのこのネクストルーダーもうここで破棄をさせてもらう決断をしました。もったいないやと思うんですけども、多分使うことないのでもう破棄をする形で
でもうね2台とも結局ねこれ MK3 から MK4 に変えるときに1台はね MK3S プラスで残しとこうと思ったんですよ。で片側 MK4 でやってれば予備部品としてこっちにね使えるんでと思ってたんですけど、実際ね MK4 を運用してみるともうね2倍近く速度違うんですよ。でもうねでそのフィラメント詰まりだとかっていうトラブルもこっちの方が全然少ないし、メンテナンス性も全然向上してるので、結局ねこのこちらにあった MK3S プラスに関してもすぐねもう1ヶ月も待たずにもう追っかけて MK4 化しちゃったっていう、まあ、流れなんですよ。でやっぱりね 3D プリンターってねまあ仕方ないのかな。で今回ね MK4S にするんですけど、またしてね MK4S プラスだとか MK5 なんていうのも多分出てくると思うので、まあ、その時はねもう開き直ってやり替えればいいかななんて思ってます。で、まあ、今はねそのプルーサのすごくいいところはフレームとか基本コンポーネンツを、まあ、使えるところは残してバージョンアップしていくっていう流れで、基本的にねあの順当にこう上げていってるような形なので、今回のね、Mark 3S プラスから Mark 4 への変更って、90% 以上のパーツを変えちゃったので、まあまあ、大きな変更になりました。なので、もうこうやってね、いっぱいネクストロデアやって捨てるものがいっぱい出ちゃったんですけど、今回 S への変更は、ここのね、ファンの部分と、ここのね、LCD のこのメインパネル、今ね、ダイヤルで調整、設定しているものが、まあ、タッチパネルも使えるようになるっていう、まあまあ、変更なんで、まあ、今回は小規模変更なのかな。で、この、今僕はね、塩見はここ、ABS グラファイトで、まあ、素材作ってますけど、もともとはね、PETG っていうね、PETG っていうこういうもので、まあ、作ってくださいっていう形だったんですよ。で、それがね、今回の、Mark 4S のキットパーツからは、ここの素材が全部ね、PC カーボン、ポリカーボネットカーボンに変わるみたいです。で、まあ、これもね、塩見自分でプリントアウトできるので、まあ、ゆくゆくはまた変えていってもいいのかななんて思いながら。んで、やっぱり、ね、適材適所ということで、まあ、柔軟性も持たせる部分には、こういったね、ナイロンカーボンっていう素材を使ったりだとか、あとコードが必要なとか、PC の方がコードが高いので、PC を使ったりだとかっていうところで、まあ、やっていこうと思っております。もうこの上にね、いっぱいフィラメント、今、十数個置いてますけど、まあ、そういった形でね、まあ、作るものに、応じて形を変えていく。で今回のねハンドルレバーがハンドルブレーキレバーガードね、強度もそして剛性もね高いです。疲労骨折もねしにくい素材と、あと疲労骨折してしまいやすい部位を、要は肉を厚くすることによって全体的な体力を高めました。はい、これをね、値段は据え置きで、新しいバージョンとしてもうすでにイエガラオフトのショッピングカート上に掲載をしておりますので、必要な方はまたね、使ってみてください。少しずつね、やっぱりこう、製品の質を上げながらやっていけたらいいななんて思ってますので、ぜひ参考にしていただければと思います。順次ちょっと作っていって、で、一応ね、マッシュルームファンデルに関しては、カーボンナイロンの素材のものと、ポリカーボネットカーボンの素材のものをちょっとね並行して、実験的にちょっと作っていこうと思いますので、またそちらもご期待いただければと思います。こういったね 3D プリンターすごく精度に 3D プリンターで製品がまあ作れていくっていうのもまあ素晴らしいですよね。でこういったねスプリングなんてもう全部できたりするので、ちゃんとねこうねスプリングとして機能するような 3D プリント商品なんかも作れたりするので面白いですよね。はい。ということでね、ちょっと今日は新しく、まあ、導入して今運用しているプルーサ、MK4 が、まあ、S にバージョンアップする。で、そのバージョンアップキットを、まあ、購入予約をしましたよっていうお話と、それに基づいてというか、それにね、合わせてプルサスライサーの設定変更を見出して、ちょっとね、使うのを躊躇していたナイロンカーボンで製品が綺麗に作れるようになりましたというご報告の動画を上げさせていただきました。
はい、またね機会があれば使ってみてください、そんな感じで、皆様のね温かいご声援を、お待ちしております。はい、またよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日も見てくれてありがとう。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。また見てね。バイバイ。うん、OK だよ。うん、手届かんもん、うん、ここで話す、ほら。